パカ、サヤだよ。パカ、リサだよ。サヤリスチャンネルです。はい、今回はママに無駄遣いって言われたら自腹でキャンドゥで購入品紹介やっていきたいと思います。イエーイイエーイ。なんでね、今日はママもいます。いまーす。今回はあの100円ショップのキャンドゥでね、はい、初めて10個ずつ自分たちのお小遣いで買ってきてくれてるということですよね。いや、違うんですよ、はい、今回はそのうちら買ったものの中で必要だなってママが思ったものに関してはママがお金を払うという。なるほど、はい、だからこのお金ね、はい、そう両替してきてくれたのかな。はい、うん、でも、まあ、いると思ったらうちらはこれ出すんでこの中にお金入れてください。ああ、なるほどね、うん、そう、わかりました。じゃあまず1つ目、さやの、じゃん、2台拡大鏡付きライティングコンパクトミラーってやつ。いきなり300円。え、でも本当にそんくらい良くて、まあ、こういう感じになってて、こっちが拡大鏡、ほら、で、こっちが普通の鏡。おお、すごくない？めっちゃ良くない？どこでも。おお、で、これで体の細かいところまで見れる。そう、細かいところまで目とかもできるし、遠くからでもでかくなるし、マジか、持ち運びやすいですね。はい、じゃあこれは300円になります。じゃあお金ください。300円ですね。はい、これはしいって思っちゃったでしょ、わかる、うん、でしょ。はい、続いてじゃじゃーんと、これあの一瞬何って思う人いると思うんですけど、はい、で完成したらこんな感じになるんですけど、これは推し活に使ってる人がいて、でシーンとかでも売ってるんですけど、サイズとかわかんないし、でちょっとキャンドゥ行ったら、あ、これくらいのサイズなんだ、これなら家に置けるかもと思って買いました。じゃあこれは100円ですね。はい、はい、お金ください。イエーイ、やっぱね、欲しくなっちゃうよね。いや、いらないんですけど全然いらないんですけど、ネットで見た時に大きさがわからないから一旦そこではやめて、実物大がわかる状態でこう買ってこれたっていうのが良かったかなと思ったのでお支払いしました。イエーイ。はい、じゃあ次なんですけど、じゃん、いちご風船ガムのジッパーバッグです。でもこれはなんといってもチョコレートのもうバレンタインのね季節が来るんですよ。まだまだ、ね、じゃない？ん？バレンタインなんで、ね、それ。そうですね。はあ、まあ、他にもピンとか最近やっぱ使うようになったりとか、とかゴムとかも切れちゃったりするから、そういう小物とかを持ち歩いてもいいかなと思って。はい、じゃあ100円ください。100円ですね。入れません。なんで？自腹でお支払いください。なんで？バレンタイン早すぎるだろっていうのと、この素材にいろいろ物を入れて持ち歩くって耐久性が足りないと思う、絶対。もうちょっとしっかりしたものに入れたらっていう。分かったママ。分かったの？よかった。あ、クリスマスって言えばよかった。そのなんかバレンタインでダメだったらクリスマスって言えばよかったみたいなさ、そういう感じやめてもらっていいですか？すいません。じゃあ次私なんですけど、じゃーん、これはパフなんですけど、私最近こういう伸ばす系のやつ使い始めて、でなんかで10個入りなので、まあみんなも使えるねみたいな、使わないかもしれないけどみんなも使えるかもしれないし、いいなと思いましたね。じゃあ100円お願いします。はい、こちら、イエーイ。はい、じゃあいきます。最後3つ目、じゃん、これはマットトップコートっていうやつで、え？マットトップコートやつ、普通のネイルをした後にこれを塗るとマットに変わるっていう。だから例えば今ママが塗ってるこういうピンクのツヤツヤのやつも塗ったらピンクのマットに変わる。はい、じゃあ100円ください。はい、100円あげます。よっしゃー。手持ちのネイルにプラスすることでマットになるっていうのがいいなと思いました。うん、じゃあありがとうございます。はい、じゃあ次、じゃーん、みんな大好きクシー。またいや、ないでしょクシー家にも。でなんかシンプルで可愛いなんかキラキラのやつ見つけちゃって買っちゃいました。やっぱ今不足中だよね。いや、もう結構足りてきてはいる。え、ママだけだよ。そうなの？100円お願いします。100円あげます。イエーイ、やざーす、ありがとうございます。ちょっと悩んだ、おまけ。いや、もうあるからさ、あるっちゃあるからさ、まあ、デザインもちょっと可愛いなって思いましたね。可愛いでしょ、ちょっと冬っぽいよね。
はい、じゃあ次いきます。最後の4つ目はじゃん、またこれは折りたたみセットコームってやつで、セットコーム、コームです。これはコーム、リサのはさっきくしゃったんだけど、コームで、まあコームはないじゃないですか。え、何が違うの？一緒でしょ。あ、剣の呼び方でしょ。めっちゃやりやすいわ。普通のクイズと違って、これはマジでやりやすい。もうやばこれでしょ。ママの髪意外とバサバサすぎた。ママはバサバサないかな、これは。ちょっと柔らかいからすぐ折りそうな感じがするの。さやは柔らかいくらいの方が危機感持つから折りにくいんだよね。逆に100円ください。あげます。やったー、ありがとうございます。ちょっとあげるっけないよね。1ヶ月後もこれを使ってることを願いますね。もちろんもちろん。はい、じゃあ次、じゃん。みんなこれ何って思う方もいると思うんですけど、これあの推しのアクスタを、もう推しはいいって保護できるんですよ。2枚なんかシートみたいなのが入ってて、台座とアクスタ本体みたいな、でなんか2ついっぺんに運べるみたいな。運ぶ、運ぶんですよ。運ぶ文化あるんですか、アクスタ。じゃあこういう例えば推しと写真を撮る、そうそうそう、推しと生活、例えば新しいスタバだったら推しと一緒に撮ったりとか。なるほどね。はい、じゃあぜひ保護するためにもお願いします。はい、こちらお願いします。あげます。イエーイ。もうなんかね、ちょっと分かんなくて判断ができんくなった。これはどういうことだっていうのが分かんないけど、うん、なんか理解してないのに頭ごなしにダメってちょっと言えないし、ちょっと理解もできないし、まあ推し活楽しんでもらって。イエーイ。はい、じゃあ次いきます。次はじゃん。その前に、あ、間違えた、まず商品名は何ですか。これは剥がせるベースコー、ベースコーです。大丈夫？死にそうだけど。これは、はい、これは、はい、あの、例えばまず最初にこれを塗ってからネイルをするんですよ、うん、そしたら全部剥がせるネイルになる。例えば1日だけネイルしたくてとか、でもラメのやつってあんま落ちないじゃないですか。そういうのも最初塗ってからラメを塗ると全部パーッと剥がせたりとか、そういう感じで活用ができます。はい、じゃあこれは100円ください。いらないかな。なんでリムーバー使えよって思っちゃったんだけど。で、結構時間がかかっちゃうから、うん、そういう時にはもうこれを塗ってから塗るとペリペリペリって剥がせる。ラメも1個も残らず剥がせる。分かった、じゃあそれだったらあげる。初めからそれだけを言ってくれたら分かりやすいんだけど、それはやっぱちょっと説明が下手くそな人もいるから。はい、続いてじゃーん。で、これは組み立てボックスのミルキーってやつなんですけど、これ超可愛くて、すごい可愛くない？これはちょっと友達にクリスマスプレゼント的なのをしようと思って、中に何か入れようかなみたいな。茶色い箱とかじゃなんか気分落ちるじゃん、うん、で、なんかその可愛いのを見つけた結果これだった。中に何入ってんのかなみたいな。バレンタインではないのね。バレンタインの方がいいですかね。いやいやいや、さっきさや入れてくれなかったからさ、クリスマスなんて。ぜひ100円入れてください、お願いします。イエーイ。まあ、遅かれ早かれクリスマスに必要っていうんであれば、はい、まあいいんじゃないでしょうかって思ったんですけど、ちょっとデザインが気になりますね。じゃあ次いきます。せーの、じゃん。これはカッサです。これはボディ用なんですけど、最近ね、すごいあのむくみとかもすごいんですけど、リンパとかも流せるし、やっぱ毎日ねやりたいなって思いました。 これめっちゃ痛いよ、大丈夫？うん、分かってる。100円ください。やったー、ありがとうございます。むくみ取り頑張ってください。はい、もうこれでマジで頑張ります。はい、続いて自信があります。あ、そうですか。はい、はい、いきます。じゃーん。で、これはケロケロケロッピのフレークシールなんですけど、もう特に使い道とかないんですけど、そのケロケロケロッピコーナーもうロッカーとかにちょっと貼りたいなみたいな、まあてな感じで、はい、ぜひぜひ私に日置100円をお願いします。100円です。あげます。推し活重要。まあ、ケロッピがねすごい好きなのは知ってるので、うん、100円でこんなに興奮できるんだったらいいのかなって思ってしまったので。はいはい、はい、じゃあ次、じゃん。これはカッサです。あれ、これはフェイス用っていう感じ。フェイスってわかります？わかりますよ。バカにしてるんですか？フェイスは顔です。やっぱ最近むくみとかもひどくて。聞きましたね、さっき。はい、もう大丈夫です。
用途と形が違うってことですね。はい、お願いします。やったー、ありがとうございます。これはね、形がめっちゃ使いやすそうなのと力が入りそうでしょ。もういい、オッケーしてくれなくてもいいくらい自分にとって重要なものを買ったんでいいです。たとえお金がもらえなくても私はこれを買うんだっていうことですね。はい、その覚悟を持ってお願いします。フェイスマスコットって言って、マイメロちゃんにちょっと可愛くて買いました。浮気だよね。浮気ですね。これ推しじゃないってことぐらいママには分かるんだよ。でもケロケロケロッピいなかったの。じゃあやめればよくない。で、マイメロ3種類いて、耳垂れてるやつの薄い色と濃い色。確かにあった、めっちゃ可愛いと思った。可愛かったよね、あれね、うん、ちょっと顔をチェックさせてもらいますね。え、可愛い顔選びました。あ、わぁ、100円これ200です。200円ね。200円か。うん、めっちゃ顔が可愛いのよ。まあ確かにサンリオ行くと200円では買えないんだよね。うん、そうなんですよ。顔もきちんとしてる。200円お願いします。200円ですね。はい、200円ね。いや確かに細かいところまできちんとできてる。キャンデーさんすごい。はい、サンリオグッズがね、200円で買えるのはちょっとお得かなって思ってしまいましたね。はい、じゃあ次いきます。はい、次はじゃん、これはアイマスクのアルパカ型というものでありまして、本当に可愛いんですよ。めっちゃ可愛い。つけてたら自分も可愛く見えちゃう。はい、じゃあこれは100円でください。あげます。よっしゃー。なんかこの目のとこシルバーなの超おしゃれだと思っちゃった。でしょ、なんか先に知ってた感出してくるの。なんかね、なんかちょっと気分が悪かったですね。あ、うん、次の商品に影響しちゃいますね、それはね。はい、続いて、はい、こちらはちょっとママがいいって聞かせてくれなさそうな、ちょっと無駄な買い物って思われそうなものなんですけど、まあいいとして、じゃーん、なんじゃこりゃ。子供用お買い物カートでーす。何これ。え、これあのめっちゃ楽しそうじゃん。ここにぬいぐるみ乗せたいなみたいな。これはなんかインテリアとしてってことだよね、お部屋に。あ、550だ。え、何が。マネ500円。500円か。はい、えい、おー、イエーイ、ありがとうございます。これかわいいね。かわいくない。はい、じゃあ次いきます。じゃん、これはね、結構リップ型っぽいんですけど、うるっとお肌を満たすお直しバーム、これをリップ感覚でこうやって塗って、あとね、もう一回したらね、結構治るみたいな。かさついたところとかに使うってこと。そう、もうそうだし。そうそう、で、これ前キャンメイクで似たようなものが発売されてたんですけど、買いに行った時にはなかったというか。探しに行ったね。やっぱせっかくあったから欲しいと思って買いました。すごい。じゃあこれは100円ください。あげます。よっしゃ、気になるでしょ。うん、うちも使いたいね。うん、いいよいいよ。で、次のに関してはちょっと本当に正直、うん、さっきのより自信ないですけど、いきます。いけるいける。じゃーん。え、どういうこと。なんかこういう感じでたくさん買ったんですけど。いや、たくさん買ったじゃなくってさ、これをこれ1個100円でしょ。はい、10個って話じゃん、全部で。じゃあ部類が、は、部類がね、一緒だから。どういうこと、部類って。何そのルール。推しのトレカを入れる硬貨ケースっていうのがあるんですけど、うん、それをデコろうと思って買いまして、えと、これをなんかこういう風になるように貼っていくんですよ。あ、こういう風になるように貼っていくんですよ。わかるわかる、あのベルプチさんのサムネみたいなやつ。そう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 、そんな感じ。あ、そういう感じで貼りたいなと思って、で、ね、ちょっとサイズ変えると可愛いのかなみたいな。だからちっちゃいカラフルもあれば、うん、白と黒でちょっとかっこよく押しまとめたい時にもあったりとか。そういうことか。そうそう、それで買いました。700円分くらいだ。700円分で一つとしてカウントするってこと。はい、まあ、500円の商品もあるし、今そこにもあったし、あと1000円のものとかもある。なんか、まあ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 、でもそうだね、色は違うから。じゃあ700円ですね。はい、700円だよ。お願いします、推しのためにお願いします。あー、しょうがないか。ありがとうございます。しょうがないか。イエーイ。推しっていうものはもうなんかすごいものだもんね。今後はやめてほしいですね、こういうの。一回だけだったら許します。一回だけだったら、まあこういうルールがね、うん、まあしょうがなかったのかなって理解しました。はい、はい、
まあこれで入れてくれたんだから、もう私は勝ちました。どういうことですか？次最後ですよね。私は世界、うん、次最後ですよね。私はもう完璧です。いきます。1回までって言った。いやでもさ、これさやからしたら1回の、うまそうだけど問題出す。それさ認めちゃったらさ、やるじゃん何回も。やんないもん。これキャンドゥだけなの。最初で最後ね。これはうん、アロレッツは。なんてガムの名前みたい。アロレッツ、アロレッツ、はい、アルファベットパーティーですね。パーティーいっぱい色があって、例えば推し何人いるの？推しカラーって一つでしょ。全部メンバーカラーって一つでしょ。全部推しカラーにする人はないんです。あ、そうなの。そう、なんか虹色で飾ったりとかもするし、ね、あー虹色ねとかもそうだし、あとうちら協力戦なんだよねこれ。何協力戦って。え、何何打ち合わせ済み合わせようぜみたいな。よくないよ、そういうの。え、違うの、実はマジでよくない。本当はめっちゃシールコーナーにリサがいて、それもシールコーナーでバッタリ打っちゃって、これ欲しくねってなって、でも全部これ買うの無理やねってなって。なるほどね。まあ確かに10個中これだったら動画の企画が成り立たないっていうのもあるよね。何枚あるんですか？1、2、3、4、5、6、8。超えてくるのね、700円ね。あ、これよく見たらあれなんだね、薄い色と濃い色セットになってんだね。そうなんだね。すごくない？お得じゃね？ほら、薄い紫と濃い紫みたいな。てかめっちゃ可愛いんだけど。で、これ黒だと思ってた、そこのあなた、白も入ってる。あ、めっちゃ可愛いね、これ。友達の誕生日とかにこういうシールを使うんやってるね、うん、そういう感じでも使えたらいいなって思って買ってますね。お願いします。100円、800円。100円、800円、800円。やったー、ありがとうございます。そのさ、裏で結託するのやめよう、本当に。結託じゃなくて、たまたま出会っちゃった。たまたま出会っちゃった。何たまたま出会ったって。運命。知らない顔してればいいじゃん、他人みたいにしてればいいじゃん。じゃあ続いて最後ですかね。最後です。はい、やりました。これはもう、うんって言ってほしいです。やりました。なになに、じゃーん。なんかすごいシール分厚い。1回までって言いました、私。でも今言われたことであって、もう買っちゃってはいたんだろうけどさ。え、これはさ、偶然出会っちゃった時に止めなかったんですか？さすがに1種類だけにしようよってならなかったんですか？あなたも責任問われますよ。え、それはひどいよ。それはひどいよじゃない。あの、これどっちかにしなって説得しなかったの？なんかリサ、それはちょっとさすがにまずいよってなかったリサ、それはさすがに買っちゃいな。うちらのやつ。ダメ姉じゃねえか。2人でなんか共有するってこと？そう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 、共有共有。え、これそういうこと？こうやってなんか同じ種類で同じ色なので、こうやって2セットで。あ、なに、これじゃあ全部色が合うようになってんの？そうですね。じゃあ8枚買ってんの？8枚買ってんの？8枚買ってんの？本当に？これ黒と白。マジか。止めるも何もさ、買わせてんじゃねえかよ、自分の上。そうだよね。だからこれなんか100円多いのか。なんか2000円、ざっと2000円分にしてはめっちゃ枚数多いなと思ってたんだよね。お主らちゃんと計算しておるの。じゃあ800円ですね。はい、はい、お願いします。わかりました。でもさえ入れたし、400円。え、でもさや全額入れたし。半分の400円にしたいと思います。ね、リサがかわいそうだ。何言ってんの。残りの400円を2人で200円ずつ払って使ってください。泣いちゃう。でもなんかそんなルールなくて、全部800円入れるか入れないか。でも400円入れちゃったから400円入れるしかなくて。じゃあちょっと400円返してもらう。もう抜けることはできなくて。これは2回目以降許してしまったら何度もやられそうな気がするので、ちょっと今回をもって終わらせるために。うん、確かにさ、もうやめた方がいいよね。ね、裏切ったのでさやの800円分取り戻すことを。きちんと200円もらってくださいね、さやから。でもらえなかった場合はリサが独り占めしてください。いや、でも何その顔。え、でもスタンプあるよ。今ここから200円取って、うちの、あ、うちに200円取って。それはいいと思います。いいと思います。はい、はい、どういうこと。はい、200円から払えば、あの、払ったことから、じゃあ2人で使えるよね。ありがとうございます。はいはい、じゃあということでね、終了しました。もう戦争ですね、戦争。戦争。めっちゃいい買い物ができてていいなって思いました。まあ、全体合わせると500円払わなかったですね、今回はね。ママちょろいね。さすがにちょろい。言っちゃダメだよ、ママ。まあ次回にね、生かしたいと思います。い
やべ。はい、ということでね、皆さんもぜひキャンドゥに行って欲しいものがあったらぜひ参考にしてみてください。ということで、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。せーの、パターンパターン。